レガスピはフィリピン中部アルバイ州の都市。アルバイ州の州都でビコール地方の政治的中心都市である。市の近郊には富士山のような特徴的な清掃火山マヨン山がそびえており、周辺地域のシンボルになっている。レガスピとも表記される。ルソン島の南部に伸びるビコル半島と周囲の小さい島からなる二つの州。 カタンデュアネス州とマスバテ州との中間に位置し、東へ開いたアルバイ湾の奥にある港湾都市で、周囲の島への港や空港が整備されている。またフィリピン国鉄本線の南の終着駅でもある。2000年の国勢調査では、人口は15万7千1 0人、世帯数は3万612世帯。集落の数は70、面積は204.20 20平方キロメートル。 住民のほとんど全部がカトリックでレガスピ市教区が置かれている。レガスピは16世紀にフィリピンを征服したスペイン人コンキスタドールミゲルロペスでレガスピの中から取られた地名である。聖のレガスピは元来バスク地方のギプスコアの町、レガスピを由来とする。レガスピはかつてアルバイを支配していた主張のガットイバルの領地に入植した人々が建設した。 小さな入植地は、ボンググラン、または、ビナルアハンという名の停止地を埋め、ニッパヤシや等でできた小屋が集まる、小規模な集落が広がった。サワンガンというモトライの名は、ソベングがなまってできた。レガスピ空港から見た平時のマヨン三煙を吹くマヨン、サンイバロンフェスティバルは、ビコール地方でも、最も有名な、宗教とは関係のない祭典である。 1990年代初めに始まり、毎年10月に、レガスピ港地区のフィエスタと同時に行われている。レガスピは、毎年5月いっぱい繰り広げられる、アルバイ地方の祭り、マガイオンフェスティバルの舞台でもある。レガスピ市街の南東わずか1 5キロメートルの位置には、形の美しさで、フィリピンでも有名なマヨン火山がそびえており、火山活動が活発で危険な反面。 町の観光のシンボルでもある。また、レガスピ空港からの航空便で、ビコール地方の他の地域や島への観光の中継点にもなっている。他の観光名所には以下のようなものがある。レガスピでは多くの国際行事が開催されている。2001年のミスアジアパシフィックコンテストはここで開催され、2002年にはフリーメイソンの国際大会も開催された。 ビコール地方最大のショッピングモール、パシフィックモールレガスピーガランドコビジネスパーク内にある。また、近隣のタバコ市に本社を置き流しにも展開している。リバディコマーシャルセンターは、レガスピーにも店舗があり、古くから親しまれている。市役所や、その他の公的機関は、アルバイ地区の新しい、賑やかな繁華街にあり、周囲には、多くのファストフード店のあるほか、24時間営業の、 店のないレガスピでは例外的に多くのビストロが遅くまで回転している。レガスピは長市に次いビコル地方第2の金融の中心で40前後の銀行や支店がある。二つのケーブルテレビ会社のほかビコール地方や周囲の島し部全体に電波を発信しているテレビ局やラジオ局が数多くある。アルバイストロドームは空調付けの 全天候スポーツアリーナであり、多くのスポーツ大会を開催している。市には2つの大学がある。カトリック・アクイナス・ユニバーシティ・オブ・レガスピと修立、ビコル大学は多くの学生を周囲から集めている。また、マニラやシンガポールに、本拠のある教育機関や職業訓練施設の支部もレガスピには、数多く設置されている。交通では、レガスピ駅が存在する。 ありがとうございます。